昨日見たんだけど、昨日のさ、ビルドアップでとかうまくあのボールが取れた時に、指導はこの仲間の奥見なきゃいけない。ここでスペース入ってるのに、指導がワンドリブルしたら一個タイミングずれて相手気づかれて疲れるんだよ。だから指導、ここでボール持って顔を上げた時に味方が動いてたら、ここ使ってあげなって、もう一回自分が行く。もしこれが後ろ向きだったら、サポート。だから味方の奥を見てる、ドリブルだけになるんだよ。ちゃんと顔を上げて見るとかになるんですね。で、今度はコースセンターバックだから、コースあのボールキックになったら開く。で、もし相手が光が閉じてって言ったら、相手の前に立ったら、ね、で、今うまくいってるじゃん。これでごちゃごちゃってそれを拾えて、あの攻撃できてる。これ大事。